野球と暴力野球とプロ野球と暴力、中田翔選手の件でお話ししたいと思います。正直言って内容分かりません、私は。ただ野球と暴力っていうことは、私ずっとこういうことになるだろうな。まあ古くはね、有名なところから言うと、星野監督ね、あと清原さんね、それからこのそういう流れでここに来たのかなと思って、彼がやっぱり新人からこのなんか野球プロ、なんていうのかな、スポーツなのにこわもてだとか、そういう怖さとか必要ないでしょ。だからそれをもてはやすようにしていたにっていうことは、社会さ、その野球のその社会もそうだし、マスコミもファンの人たちも良くない。だって関係ないよね、そんなの。じゃあおとなしくて、優しい人はできないのかっていう問題じゃないんで、それは成績だったりっていう、なんかにらみつけたり、なんかいかついやつがそのスポーツでもてはやされるのは、それは間違ってる。で結果こういう風になるわけじゃないですか。ましてや後輩をどうのこうのって暴力で、これは傷害事件として送致するべきだと思いますよ。でもっと言ったら、最近はないんですけど、乱闘って、あれはもうあれ全員パクりゃいいんですよ、正直言って。あんなことはもうあの時点で全員逮捕ですよ。そんなの公衆の面前で暴力をして、それを黙ってる監督、コーチ、球団の、あれは使用者責任と組織犯罪処罰法でやればいいんですよ。それぐらい厳しくやらないといけないと思いますよ。でこの中で一番私が言いたいのは、彼らのインタビューっていうか、謝罪会見で野球人っていう言葉を使ってるんですよ。だからこの野球人っていう言葉を使っている時点で、彼は反省もしてなければまた同じことをやるし、これは何にもならない。何が野球人って、野球人っていう人種がどこにいるんですか。だから野球をやってる人、プロ野球を携わっている人、そういうのが特別だと思ってるわけですよ。ここは野球人じゃなくて、社会人としてっていう言い方をしない限りはダメです。これを流してしまったっていうことが、もうこの球団というか、まあそれは放出してクビにする選手なんで、それは関係ないのかもしれませんけど、そういう教育もできてないってことだったら、もう刑務所から入って一からやり直した方がいいかなと思いますだけども、刑務所って大げさって言うけども、これが普通の会社だったり、普通でこれが何度も繰り返したら、そういうことになりますよ。今時はそのプロの世界だから、野球だから、そういう風っていう甘えた考え方は良くないと思いますよ。もう社会がそうなってないわけですから。で塩らしくして、ほんでまた巨人、またあの巨人って、まあこれ拾ってくれるところが、そうだから ここが問題なんですよ。結局私も厳しく言ってるけど、セカンドチャンスって言って、次の活躍する場がなければ、じゃあ一回失敗したらもうダメなのっていうことになっちゃうんで、ここのさじ加減が難しいんですけど、まあこうして、本人の成績とまだ使い出があるっていうことは、まあ拾ってくれるところがあるわけですから、私が思うのは、これをどっちにしたって、まあ長く持つかどうかわからないしても、プロの、アスリートの人たちっていうのは、寿命から言ったらやれる時はそんなに長くないでね、彼がこのあと10年20年やれるわけじゃないんで、まあこれどの人もそうですけど、それを契機に考えた方がいいと思いますけど、でもこれ何、プロ野球やめて、芸能界、 YouTube も簡単じゃないですよ、もうね。だから単純に後輩殴ってって言って、これ立件されてないけども、そういう傾向はあるのは間違いないですし、それを良しとしてやってきた文化だとか、そういったものがどうだったかっていうことは、もうね、考察されることもないですけど、ただまあそういう土壌とか、そういうことがこのプロ野球の社会っていうか、だから野球人って言ってるんだもんね。野球人って何なんだって、まあ言葉の上げ足取るわけじゃないですけど、そこら辺の時、野球人としてって、野球人の前に社会人であるし、まあ例えば、まあ若くしてなった家族がありの、子であり親になり、社会の法律とかルールってまず学ばなきゃいけないんですよ。だから相撲に しかり、野球にしかり、サッカーにしかりって言った、まあ、定期的に問題が起こってきますよね。まあ、球団によって、まあ、きちんとした、ことを考えてる球団っていうか、もうあるんですし、それは企業によって違うと思いますけど、まあ、これを契機にやっぱりこの、アスリートとプロの人たちのその、
感覚っていうのがどうなのかな。まあそれはそうですね、まあ言い方悪いですけど、野球漬けで野球だけをやってプロになって高い年収と賞賛と注目を浴びるようになって、じゃあ普通の人たちよりも違うことをやってきたのは間違いなんだけど、普通の子たちがやらなきゃいけないことをやってこなかったのは間違いないですよね。まあね、ちょっと最近長いのばっかり続いたんで、これぐらいにしときましょうか。まあいろんな批判批評はあると思いますけどね、ダメなものはダメっていうことですよね。はい、はい、追加で補足説明なんですよ。あるところでこれちょっと聞いてみたんですよ、ある友人ね、僕の。そしたらなんとこの何騒動が起こる前、あの1年ぐらい前から中田翔選手は歌舞伎町での、まあ、キャバクラ飲んでる席で非常に評判が悪かったそうですよ。まあね、反社会の人たちがあんまりそういうとこ行かないから、その飲み方たるやもうなんか乱暴で横柄でっていうことで、その業界の人たちからなんだよっていう噂が、やっぱり私が見たわけじゃないんでね、後追いでこうなったからそうだっていうのはあれだけども、割と近い筋からの話なんで間違いないと思いますよ。で、彼の飲み方がそういう風だったので、やっぱりその延長線でこうなったんだな、やっぱりね、そういうことですよ。はい、ね、それを聞くと、ああなるほどな、うん、そういうそのなんていうんですか、まあプロ野球、その野球人としてね、ちゃんとしてればこんなことになる。野球人の前にやっぱり常識とか今の世の中の動向をね、ちゃんと見てなかったっていうことで、どっかから誰かよく思ってない仲間の人たちがかばってもらえなかったっていうことなんじゃないですかね。以上です。